楽しかったな。サム、どうしたの？急いで、今すぐこの家を作らなきゃ。何のために？僕のために。前に作った家は大好きだけど、僕は入れないのよ。これなら大きさも十分じゃない？そうかな、サム。同じくらいに見えるけど。やってみないとわかんないよ。作ろうよ。わかったよ。じゃあ試してみよう。こんにちは、みんな。今回は僕の家を作るよ。うん、家を組み立てるんだ。みんな、前作ったやつを覚えてる？前の動画を見たら高評価してね。ねえ、これ前と同じような作り？大体ね。見て、床と壁を作って電気を設置して家具と小物を作るんだって。イエーイ、楽しくなるね。お仕事割り振ってくれたら僕やるよ。わかった。じゃあ家具から始めてくれる？私は1階を組み立てるね。スイミングプールまであるんだよ。プールの壁を接着剤でつけていこう。サムはプールが大好きなんだ。プール愛してる。でもこれには水を入れられないね。なんで？どうしてす？だってプラスチックじゃないから。板と紙だよ。お願いす。お水を入れられるようにして。スーは本物の魔法使いだって信じてるよ。私は魔法使いじゃないけど、前の工作のエポキシ樹脂が少し残ってるよ。エポキシ樹脂を中に塗っていくね。乾けば水を入れられるよ。キラキラー。ペンキを塗ってるみたい。やってくれると思ってたよ。プールパーティー開いちゃおっかな。サム、本当にこのサイズで十分かな？もちろん。みんな、この家はサムにちょうどいいと思う？コメントを書いてね。さて、プールにライトを設置するよ。見て、素敵なライトじゃない？1階の部品がもう少し必要だね。その後壁に取り掛かろう。1階とプールはこんな感じ。いいね、いいね、完璧、承認。よかった、サムチン。壁も設置するよ。もう家具は組み立てた？はい、もちろん。すぐ戻ってくるね。さて、この壁にはワイヤー用の穴があるんだ。家には電気が必要だもんね。オルゴールみたいな音楽装置があるんだ。この小さなネジを巻くんだよ。メロディー。次は接着剤をつけてミュージックウォールをお家に取り付けよう。みんな音楽は好き？オルゴールは持ってる？コメント欄で教えてね。慎重に壁をつけていくよ。床に押し付けてね。コンロとシンクのキッチンカウンターはここに設置するよ。この棚はキッチン用？どう？ああ、サムチン、ナイスタイミング。キッチンには必要なものが揃ってるよ。サムは料理も好きだもんね。わあ、ありがとうす。世界一のマスターシェフになるね。マスターシェフ？最高の料理でゲストをおもてなしするってこと。ああ、なるほど。料理本と料理の才能を刺激するものを棚に入れていこう。マスターシェフ、快適なキッチンの家具はできてる？もちろんだよ。椅子をどうぞ。あともう一個。それからテーブル。それから他にもあったっけ？もちろん、キッチンソファーだよ。ソファーはバラバラで届いたよ。じゃあ組み立てようよ。そうだね、やった。テーブルの上に置くものを持ってくるね。ねえ、もう組み立てちゃったの？
だからソファーができてないんじゃん。でも僕たくさん作ったの。おお、いいね。置いてこ。さて、キッチンができたから次はリビングに行こう。僕はクッションを準備したからソファー作ってくれる？まあお願いしますって言ったら喜んで引き受けますよ。僕はとっても礼儀正しいマスターシェフなんだよ。そうですか。このソファーは柔らかくて快適なんだ。設置していくね。コーヒーテーブルはリビングに欠かせないよね。サムチに賛成。特にサムの家には必要だね。みんなも僕たちを手伝ってくれない？チャンネル登録して通知をオンにしてよ。イエーイ。寝室の飾りを作ってくるからそれ終わらせといてね。なんでナイトキャップがいるの？インスピレーションを得るためだよ。ああ、なるほど。みんな、私ちょっと心配だな。この家にサムが入れると思う？コメント欄で意見を教えてね。さ、雑貨を設置していくよ。じゃーん。下の階はこのファン付きランプで照らすんだ。電球をつけてこんな感じ。飾りをつけて。私このお花大好き。私もこんなランプが欲しいな。立ててもいいよ。僕気にしないよ。ありがとうサムチン。でもこれ私には小さすぎるかな。この家にはちょうどいいけどね。これを専用の穴に差し込むよ。こんな感じのランプが2つと小さいのが3つ。柔らかい光で照らしてくれるんだよ。ワイヤーを慎重にサイドに持っていくね。それから接着剤をここにつけてスティック糊を使うよ。よし、全体にね。それから2階のおしゃれな床もくっつけよう。もっと柱もいるね。ここに2階の床を設置しよう。完璧。もちろん電気も。ここには可愛いランプをつけるね。2階にはお風呂場と寝室。お風呂場は小さな段になってるんだ。スタイリッシュ。入り口の壁はここ。いいね。寝室に取り掛かろう。今行くよ。向かってるからね。もうすぐ。ねえスー、僕寝室の準備したよ。あとは並べるだけ。ちょっと待ってね。カーペットをつけてるんだ。よし、じゃあ全部持ってきて。二つ目は柔らかいベッドボードだよ。よし、ここに置いて。それからベッドサイドテーブル二つね。あ、かわいい。まだデコレーション見てないじゃん。先にベッドを仕上げないと。よし、柔らかくて快適だね。枕は？枕？あ、枕。持ってくるよ。みんな、何個枕を持ってる？コメント欄で教えてね。枕の雨。キャッチ。さ、話してたデコレーションを持ってきてよ。どうぞ。おお、じゃあ置いていこう。素敵だね、サムチン。たくさん作ったんだね。ついつい夢中になっちゃって、僕この家に住みたいな。あ、でもサムチン。困ってないで。僕はお風呂場のものを取ってくるからね。みんな、私心配になってきちゃった。お家が小さすぎるって分かったらサムは悲しむと思う。どうしよう。でもすっごく素敵にできてるよね。カーテン付きの窓を設置するね。残りは電気だけ。後でやるね。お風呂場に移ろう。ここにもカーテンが必要だよ。私この部屋のカーテン好きだな。お家が快適に見えるよね。洗面所に欠かせないものをお持ちしました。確かに、ここに置いておこう。
あ僕シンクを作るね。スーはその他をやって。端っこに小さいスチールを置くよ。その上にはタオル、シャワーがいるね。みんな、前回の家はバスタブかシャワーか覚えてる？動画を見たらコメント欄で答えてね。この家にはバスタブを設置するよ。泡を入れて。泡風呂大好き。みんなもそう思ったら高評価してね。そして、じゃーん。素敵になったね。ねえ、スー、他にもお風呂場に必要なものがあるよ。そうだね。鏡。シンク付きのカウンター。洗面用品のトレーも、歯ブラシまであるんだね。最高。素敵なお家に住んでても歯磨きしないとダメだよ。それから入り口にはマット。あとは何かな。屋根、スー、屋根だよ。あと階段も。階段は僕の専門だからね。スーは屋根を作ってよ。オッケー。お風呂場には天窓をつけるわね。ああ、屋根に窓があるうちに住むのは私の夢なの。空が毎日見えちゃう。それに寝室の天井には可愛いランプがついてるんだ。このビーズを見て、素敵。もう一つの部屋も飾り付けよ。慎重に。階段設置タイム、スー。偉大なる階段マスター様。でもまず、手すりをつけて2階を完成させるね。よく気づいてくれましたな。ああ、それからもう忘れるなんて。ちょっと待ってね。それじゃあ階段を取り付けようか。素敵。この家の色気に入っちゃった。みんなもそう思ったら高評価してね。そうじゃなくてもコメント欄でお気に入りの色の組み合わせを教えてよ。レース、これ設置して急いで。ああ、ビーチチェア。なるほどね。これがなかったらプールサイドは完成しないでしょ。あとクッションね。よしっと。あとプールには水がないとダメだよ。了解、水持ってきたよ。お水をためよう。おお、うまくいってるね。漏れてないよ。イエーイ。よし、そしたら僕引っ越しの準備するね。全部大丈夫か確認しといてくれる？あ、けどサムチン行っちゃった。ねえ、がっかりしたサムを元気づける方法はない？この家絶対に小さすぎると思うんだ。あ、小物がいくつか残ってる。これも加えていこう。サムチン、家は完成だよ。でもね。わかっておりますよ。スー君、この家が小さすぎることは僕もわかってるよ。すごく細かい作りだよね。僕気に入っちゃった。でも僕には小さすぎるもんね。前、家を作ったのが楽しそうだったから、スーをまたハッピーにしたかったんだ。いやだ、サムチン、ありがとう。君は世界一のお友達だよ。電気をつけた家を見てみよう。この家とっても気に入っちゃった。みんなもそう思ったら高評価してね。チャンネル登録もよろしく。スーと一緒に面白い動画を作るよ。じゃあね。
興味深い、非常に興味深い。サムチン、何してるの？僕が開発してたスーパーサムスモールスプレーを覚えてる？それが出来上がったんだ。見て、たまたま数の人形を小さくしちゃった。たまたまってわざとってことだけど。なんでいつも私のものばかり犠牲に？だってロジャーの部屋のドアに新型セキュリティがつけられたから困ってんの。とにかくそれはいいから、ちっちゃくなっちゃった人形に住む場所がないんだ。うん、困ったね。小さなドールハウスが必要ね。どうすればいいか私知ってる。みんなそのまま待ってて、今すぐ戻るから。サム、何してるの？家建てるんでしょ？小さな家には小さな道具大丈夫だよサム、それは必要ない。普通の道具を使おう。それならずっと簡単だねどんな家を建てようか、選択肢はたくさんあるよ。大工のサムに任せておいて。何個かモデルを考えてみた。あ、サム気合い入ってるね。プール？いいよ、始めよう。材料は全部この箱の中。プールを作るよ。飛び込みたくなるやつ。本当に？あっと言わせてよね。うん、分かってるよ。プールを試す人がいるよね。僕の友達のアヒルちゃんが適任だよ。いかがでしょうか？すん、楽しいって。プールサイドで横になって日焼けでもしてよ休憩もほどほどにね。サムの助けが必要だから。うん、明かりがいるよね。人形たちが周りをよく見えるように。明かりって言った？壮大で印象的なのにしたい。まさにふさわしいものがある。ほら、サムに特別な計画があるみたい。どうもウス、これよくない？アイデアがいいけど大きすぎるな。もっと小さくなきゃ。小さいの？そうだ、わかった。これでどう？それで決まり。サム、完璧よ。このクリップを使ってシャンデリアを作ろう。上品なものも必要よ。これ使えない？海賊のお宝を探してる時に見つけたんだ。サム、繰り返し言うけど、あれは宝箱じゃなくて私の宝石箱なのでも冒険は最高だった。わあ、すごい素敵ね。家の残りも仕上げていこう。人形はいい眺めが好きだから窓がたくさんいるよ。でも壁がちょっと地味よね。飾り付けてみよっか。もうやってるよ。サムの魔法をかけてみる。じゃあ私は窓を作っていくね。うわー、これ素敵。上品かつモダン、サムチン風で完璧だね。次は何？あ、わかった、階段が必要だ。任せです。これまでで最高の階段を作ってみせる木材は全て同じサイズにすることが重要なんだ。測るのは2回、切るのは1回。これが僕のモットーなんだおっと、振り出しに戻った方が良さそうかも。そう、ちょっと本でも読んでて。時間がかかるかも。大丈夫よ、階段はそろそろできそう。それは安心。計画は失敗したから。これを組み立てる準備ができたね。よし、形になってきたね。でも家具が必要だよ。ああ、確かに。次に進む前にこの部屋を仕上げない？ソファーは僕が作るね。チュートリアルを見たんだ。このカラー、今シーズンの流行り。座り心地も最高にするからね、信じて。うん、楽しみにしてる。僕の仕事は終了。かなりの自信作だよ。素晴らしい。ここに置くのがちょうどいいわね。これをインテリアに使えない？家っぽい雰囲気が出ると思うよ。プールといえば浮き輪だよねリビングとプールはできた。次はキッチンに移ろう。
まずはキッチン家具から作り始めよう。わあ、美味しそうなレシピ。ズン、美味しい食べ物を入れられる冷蔵庫がいるね。絶対に、絶対に必要。それはいい考えね。賢い人は同じこと考える。あ、冷蔵庫に貼るための写真もいるね。もらって。完璧ね。今全部貼っていくよ。キッチンにはコンロがいるよね。今作るところ。ありがとう。その間に私はテーブルを作るね。コンロとシンクができたよ。待って、試してみないと。お人形のために美味しいものを作るね。特別な料理を作ってあげる。それは楽しみ。サムが何を作るのか気になる。その間にテーブルにぴったり合う椅子も作っておこう。ズン、料理道具が見つからなかったからノコギリで代用するね。それもいいかもね。人形に美味しくて健康的なおやつも準備するよ。家の周りには絶対に植物を植えたいよね。これには自然もびっくりしちゃう。あ、私意外とガーデニングが得意かも。僕も料理じゃなくてガーデニングにすればよかった。計画は失敗に終わった。サムチン、大事なのは気持ちよ。代わりに安全なデリバリーにしよう。もしもし、デリバリーよ、今すぐ。ありがとうサム、消防署は必要なかったね。キッチンを組み立てていこう。これはいい運動だ。いい感じね。人形にディナーに招待してもらわないと。ラグを敷いたらキッチンの中心として全体がまとまるね。テーブルと椅子も忘れないでね。わあ、僕たち頑張ったね。でも2階を追加しなくちゃ。早速始めよう。イエーイ。シャワールームと寝室を作っていこう。サムチン、床はもうできてるよ。すぐに行くよ、スー。ちょっと体洗わせて。そこでかなりリラックスしてるみたいね。働きすぎて眠たくなってきちゃった。ベッドでも作ろうかな。いいわね。でも覚えといて、それ人形用だから。知ってる。だって僕プロなんだよ。なんだか嫌な予感がするんだけど。史上最高に快適なベッドになるはず。順調順調。ドキドキ自分に驚いちゃうよ。サムチンはほんと謙虚よね。心地いい毛布も作るね。ハグみたいに暖かくてふわふわなの。かなり家っぽくなってきた。ここで勉強もできるよ。毛布ができたよ、見て。電気消したのだ。サム大丈夫？困ってそうだけど。僕は不気味な青い幽霊だ。変わった見かけになったね。そうだ、ロジャーを驚かしてこよう。サム、それはやめて。面白くなりそう。なんでこんなことに。怖がらせるためのものじゃなくて、人形のベッド用なの。何か足りない気がするけど、何なのかな。枕はいらない。人形たちがぐっすり眠れるように。それそれ、サムチ、ありがとう。あとは最後の仕上げだね。ここで暮らす人形たち、絶対に喜ぶはずよ。この天窓から一面の星を見れるわよ。わあ、魔法みたい。おお、イエーイ、本当に魔法みたいね。
ちゃった。問題発生。別の実験してたら巨大スプレーができたんだ。今度は人形が巨大化。本当に大きいの。エイサム、何言ってるの？人形に巨大な家を建てなくちゃ。急いで。じゃあ早く始めた方がいいね。みんなバイバイ。みんなまた次回。いいの？ダンボール建築家さんもご用命のようだね。僕は最高の匠、君に新しいカフェを作ってあげよう。スーン、緊急事態だよ。新しい友達のためにカフェを作りたいんだ。いいわよ。ありがとう。もちろん、早速始めよう。これ、私たちのカフェにぴったりの壁になるわよ。素敵な窓ができたよ。見てよ、スーン。あ、そうなの？ちょっと見せて。わあ、いいじゃない。そうでしょ。次は縁に沿って折りたたむよ。外から見ても窓が綺麗に見えるように。この色見て、サムのお友達絶対気に入ると思う。す、安全装置はどこ？危ないから。僕にしか見えない。レンガが突然現れたの。サムチン気をつけて。事故は起こしたくないから、安全第一でお願い。よし、可愛いアクセントがある大きな窓を作ろう。サムチン、そっちは大丈夫？助けが必要？こっちは順調順調。内装の塗装に進もう。うわ、また塗装の前に窓枠を設置した方がいいかも。白がピンクに映えてとっても綺麗。わあ、それセンスいいじゃん。かわいいピンクのドアノブ付きのドアもあるわよ。絶妙な色のコントラストよね。サム、次は屋根を作ろう。了解、屋根を設置しよう。ゆっくり、そーっと、もう少しだ。ゆっくりと。わあ、わかった。内側の窓枠忘れてるよ。おっと、ありがとう。サムがいてくれて助かる。綺麗なピンクの壁を組み立てよう。一つずつゆっくりと慎重に。わあ、もう本物の建物みたいに見える。うわ、ちょっと助けてくれない？任せて。ああ。さあ、屋根が来たわよ。外側の細部も忘れずに。綺麗な黄色の日よけ、完璧。それマルフィー、すべて私のデザイン通りにできてる。超レッキー。いた、見なかったことにして。植物を置けばバルコニーが明るくなるね。あ、とっても綺麗。外装は完了ね。次は内装を仕上げていこう。サムチン、よろしく。あー、素晴らしい。さて、中も傑作にしていきましょう。みんな、こちらへどうぞ。ここに浴槽を設置して、あそこに大型テレビを置けばいいかも。うんうん。これってカフェなんだよね。人形用のカフェ、覚えてる？あ、そうだった。僕は対極的に物事を考えるのが好きなんだ。あ、そうなの？ちょっと僕の帽子。かわいそうな帽子。大切にしてよね、スー。ちゃんと償ってもらうよ。落ち着いて、ピカソさん。帽子は休憩中なのよ。これキャビネットのドアにちょうどいい。ありがとう。いつでも行って。ちょっと魔法を使わせて。わあ、すごい。魅力を倍増させよう。プレストドンピオ。ああ、魔法って最高。これがキッチンカウンター。組み立てていこう。この小さなのも追加して、あと壁
完璧な U 字型にするためにもう一つ長いのをつけて。どう思うサム？わあ、でもまだキラキラ感が足りないね。これならどう？レトロな感じがするよね。これはここに設置。いいね。この傑作を見て、もっとユニークに見えるよ。芸術的なひらめき。それは認めるわ。サムは工作の匠ね。待て、ここはカフェのはずじゃん。そうだけど、なんで？どういう意味？美味しいお菓子用のディスプレイが必要でしょ？ああ、本当だ。なんで思いつかなかったんだろう。はい、美味しい食べ物も準備できた。金色のウィンドウ付きよ。すごい、ガージャス。で、カフェには他に何が必要？コーヒーマシンは？そうだね、コーヒーマシンはテーマに合わせてピカピカに輝く金色にしなくちゃ。スン、新しい帽子を見て。どうかな？もうやめてよ。やめて！みんな、これがなんだかわかる？すぐにわかるわよ。下がってスン、君を消してしまわないように。デビダバッブーン。悪くないね。工作仲間にマジシャンがいるととっても楽ちんね。今週のトレンドはこの帽子。もうまた。コーヒーマシンで美味しいものを入れる準備ができたよ。ごめんねス、魔法が切れちゃったみたい。何も呪文を唱えられない。わかった、それなら私に任せて。ドリンクやデザートを楽しむためにお客さんが座れる場所が必要よね。テーブルの周りにビーズを飾ってきらめきを与えるのもいいかも。かわいいでしょ。でもそのテーブル足がない。ちょっと待って、ここにあった。わあ、また魔法が効いた。やった。魔法って出たり消えたりするものみたいね。よし、椅子ができた。椅子、今持ってくね。必要なものは揃った。そうだな、これがここで、それから、いや待てよ、もしかしてこうするべき。そうだね、椅子が完成してたらいいけど。はい、どうぞっす。わあ、素敵な椅子ね。ありがとう。ほんの少し細かいところを変えるね。ここなら静かに読書したりリラックスできそうね。カフェにはそんな場所が必要。最後に少し自然をプラスして。わあ、スーン、素敵な場所になったね。グランドオープニングに向けて準備が整ったね。まだだよ、人形には住む場所も必要でしょ。カフェのオーナーの部屋は2階に作ろう。この柱で2階を支えてもらおう。もちろん階段も必要よね。階段、任せて。それじゃあ行くよ。なんてこった、これは想定外。いた。ポール、ありがとう。これを紫色にしよう。キラキラだとさらによし。それならカラフルに輝く階段も用意。すん、僕の方が進んでるよ。超えられる？あー、すごいよね僕って。私もそう思う。上には輝くビーズを乗せるよ。この場所に良さそうだね。で、次はどうする、サム？次はお風呂。疲れた一日の終わりにリラックスできる場所。いいわね。バスタブとシャワーを作るから、サムはシャワーカーテンをデザインして。こちらがシャワーカーテンのモナリザです。素晴らしい。ありがとう、知ってる。色の選択も素晴らしい、気に入った。まずはバスタブを組み立てよう。このキラキラのピンクのバスタブがお風呂の目玉になるのよ。星屑がいっぱいのお風呂に入る気分になるはず。これをつければバスタブも出来上がり。これで完成。スン、お揃いのトイレもできたよ。試したらちゃんと使えた。本当に？本当。青とピンクの組み合わせ気に入ってくれるといいな。
お揃いの色の洗面台も必要ね。ガラスの仕切りをここに。わあ、とっても綺麗。もちろんピンクのシャワーカーテンも。あ、マットも忘れちゃダメね。お菓子作りとコーヒー作りで忙しく働いた後はリラックスできる場所がいるわよね。快適な椅子を作ってあげよう。読書してくつろぐのにうってつけ。椅子に合わせたふわふわのシートもいるね。すぐに戻る。わあ、サム優しいわね。絶対に喜ぶと思う。このシート椅子に置いて。うまく合うか見たいから。置いたよ。わあ、とっても快適そう。夢の中みたい。確かに快適そうね。クッションも追加しよう。椅子がもっと可愛く見えると思う。あとはちょっと待ってて。レースのリボンをつけたら可愛さが倍増。これならどう？サムチ？あーそう、僕もそんなの欲しい。ごめん、でもこれはお人形さん用。うはっはっは、寝ている間に盗んでやる。あ、そうだった。ぐっすり眠れるように素敵なベッドを作ってあげよう。いいね。寝るのはまだ早いわよ。ベッドには枕も必要ね。そう、見てこれ作ったよ。すごい。どういたしまして。サム、ありがとう。今日は本当に助かったわ。うん、そうでしょ。最後の仕上げ、じゃん。よし、それじゃ最上階屋根裏部屋を仕上げよう。床は綺麗だけどまだ空っぽだ。この部屋何？秘密の読書部屋。わあ、読書部屋、とっても居心地が良さそう。家もカフェもね。本当だ、ここ最高だよ。全部サムのおかげよ。そうだって大したもんだよ。居心地のいいカフェは5つ星。美味しいペストリーもあるし、明るくて素敵な店内が超好み。それってカフェのレビュー？そうだよ。スー、このドーナツ食べてみて。超美味しいよ。まあ。本当？でもドーナツないけど。うまく隠したんだ。僕のお腹の中に。待ってて、もっと持ってくるよ。またね、みんな。サムチンたら。みんな、またね。バイバイ。意味わかんないんだけど、誰が来るの？スターライト。ああ、ユニコーンのスターライトね。虹の王国の文通相手。楽しくなるよ。大好物も用意したんだよ。そう、見て、これで十分かな。うん、十分だよ。うわ、どこに泊まってもらうか決めたの？ん、やば、なんか忘れてる気がしてた。ロジャー追い出そうか。ロジャーの臭い靴下で逃げ出しちゃわない？うん、確かに。じゃあどうしよう。スターライトのために夢のお家を建てるのはどう？最高のユニコーンのお家になるわよ。イエーイ、やろう。前からユニコーンの家を建てたいと思ってたんだ。クレーンの操作しようか。ううん、この家にはクレーンもレンガも使わないよ。みんなよく見ててね。楽しくなるよ。紫のサムにお似合い。肌の色にぴったり合ってる。まさか、僕はピンクで紫じゃない。
まあそう言うなら。気をつけて。わかってるってば。心配ないよ。ベタベタする。サムがスターライトの家の飾りになっちゃうよ。見て、僕可愛くない？僕がいればどの家も素敵になる。よし、これはここに。そしたら、じゃん、壁が完成。2階も作っていこう。ほら、できた。サム気に入った？わあ、明るい。スターライトもきっと喜ぶ。ペーパーナイフ取ってくれる？ふう、筋トレの成果が報われる時が来た。サムチンってほんと力持ち。それって恐竜のトゲ？ユニコーンは気に入らないと思うけど。何言ってるのよ。2階建ての家でどうやって2階に行くの？そう、階段が必要よね。この家にはもっと輝きが必要。見せて。うわぁ、そこら中キラキラだ。わぁ、カラフルな方がいい。うん、僕も明るい色って大好き。階段をしっかりと固定しないとね。うん、スターライトが滑って転ばないようにね。もっちょこちょいだから。よし、できた。うん、上出来ね。ちょっと手伝ってくれる？もちろん。うん、僕のスライム筋力を使えば。おっと、失礼。さあ、もうくさい。さておき、家をもっと楽しくしないとね。滑り台を作ろう。ああ、それいいわね。これなら簡単に移動できる。よし、行くよ。完璧。楽しそう。試してみるね。ごめん。ねえ、大丈夫？どこ行ったの？サムチンが戻るまで建築作業は私が担当。これは取って。かわいい。もっとよくできるよ。これなかなか見つからなかったんだ。使って。サム、ありがとう。このフェンスを取っ手にすればいいよ。ごめん、バランス崩しちゃった。大丈夫よ。スン、スターライトがお腹空かせたらどうする？すでに対応済み。ボンジュー、料理は僕に任せて。また卵を焦がしたの？それはロジャーがやった。知ってる、からかっただけ。これかわいいでしょ。ヘルシーで美味しいものをたっぷり用意しよう。ああ、ロジャーには触らせないでね。もう失敗しないって。スターライトはどこで食べるの？今準備中。見て、かわいいでしょ。レースもつけよう。じゃーん。座るものも作らなきゃ。綺麗で明るくてテーブルに合ってるでしょ。サムチンのことも忘れてないよ。これはサムの椅子。わあ、いい考えだね。これならスターライトもうまく着地できる。その通り。あらら、サムのバッテリーが切れちゃった。おかげで快適なベッドが必要なことを思い出した。こうご期待。サムチン、起きて。マットレス作るよ。マットレス？どこ？買えばいい？どうすれば落ち着くんだろう。サムチン、これ見て。わあ、寝てみてもいい？ふわふわ医療用マットレス？それっぽい。寝具も可愛くね。できた。いいね。ダメ、しわくしゃになる。大丈夫。この枕なら最高の夢が見れる。スターライトのために作ったってこと伝わる？大丈夫。これですぐわかる。おお、それってかや？違う、素敵な飾り。なるほど、この食器棚も綺麗にしなきゃ。任せといて。わあ、どれもこれもきちんと切ってある。グッジョブ。戸棚を組み立てたら綺麗なビーズで飾るよ。かわいい持ち手もつけるね。この場所がちょうどいい。はあ、
こんな綺麗な食器棚見たことない。いろんなの見てきたけど。読書が好きなスターライトへのプレゼント。この本家より大きいんだけど。おっと、どうすればいい？大丈夫、もっといい本を作ろう。できた。かわいいでしょ。わーお、この本面白そう。これでスターライトも楽しめるね。何も聞かないで棚に置いてくれる？もちろん、かわいい肖像画ね。スターライトっておしゃれ好きなのよね。これも好きになるはず。僕も大好き。違うってば、そういう意味じゃない。ほら見て、とってもおしゃれ。もう少しレイヤーを重ねよう。キラキラとグリッターをもっと。これでいい？オッケー。見て、綺麗。また肖像画を描いてきた。スターライト喜んでくれるかな。もちろんよ、とっても似てるわよ。さあ、快適なバスルームを作ろう。どう？プールがあればいいね。家の大きさを誤解してるでしょう。シャワーしか設置できないの。シャワーもいいね。サムチン、ストローを持ってきてくれる？手伝わなかったって言わないで。言わないって。何？どうしたの？他に必要なものがある。超重要なもの。ああ、トイレのこと。了解。最高に可愛いトイレ。サイズが合ってればいいけど。ありがとう。私もこんなの欲しいな。ゴミ箱を何個もあさってやっとこれ見つけたよ。何？冗談だって。キラキラテープをつけよう。できた。バスルームの完成。はあ、気持ちいい。プライバシーの侵害だ。みんな、代わりにこっちを見て。大事なものを忘れちゃってた。仕上げはこれ。順調？ほぼ準備完了。使って。スターライトは緑が好きなんだ。とっても可愛い。これはトイレの棚。すん、スターライトの蹄には床が冷たすぎる。大丈夫、これがある。これでさらによし。絵をもう一つ。わあ、素敵。可愛いことするじゃない。ここがいいかな。安全のために手すりをつけよう。これなら誰も2階から落ちないでしょ。ユニコーンのお家が完成。どうかな。すごい、来るのが待ち遠しい。私のために。素敵。はあ、そう、君だけのため。気に入った。とっても。レインボー王国の5階建てのお城よりも素敵。わーい、かわいい。招いてくれてどうもありがとう。素敵なお家、とても気に入ったわ。君が世界一の文通相手だから頑張ったんだ。僕が主任建築士。次は私のレインボー王国に遊びに来てね。きっと好きになるわよ。キャンディーの雨が降るの。わお、ありがとう。近々行くね。気をつけて。バイバイ。またね。ズッズー。何？興奮しちゃって。バッグ、大型バッグがたくさん必要。え、なんで？聞こえなかった？キャンディーの雨、数年分の在庫を集められる。あ、今日は見てくれてありがとう。またね。今日はこれでおしまい。サムについていかないとキャンディーを全部食べられちゃう。動画の高評価とチャンネル登録お願いね。バイバイ。
プリングがこんなに面白いとはね。基本はマスターしたから次のレベルに進むぞ。ゆっくり落ち着いて準備 OK。 あっ、いったー。ブルーベリーで練習すればよかった。ねえボスケさん、よく眠れた？え、ここはどこ？僕キッチンでジャングリングしてたら突然。何言ってるの？スイカの工作を始めようとしてたところよ。これを持ってくるためにちょっと離れてたらサムが寝ちゃってたの。何の工作だって？頭を強く打ったみたい。痛い。サムチン大丈夫？横になった方がいいんじゃない？それがいいかも。僕はここから監督してる。そうすればいいよ。そうでしょ、同じこと考えてた。スイカのスライスでひらめいた。ありがとうサムチン。一階建ての家にはしておけないよね。そう思ったらチャンネル登録お願いね。こんな家を作りたかったら高評価をお願い。じゃん、スイカは多ければ多いほどいい。飾り付け、僕の大好きな。そうだね、やることがたっぷりあるよ。衣装を変える時間、かっこよく見せないと。あら、もうすでにかっこいいけど。ファッションに関しては僕が専門。スーは工作に集中してて。わかったわよ。じゃあ何から始めよう。ベッドだ。スイカ風にフォームシートをつけていこう。この生地すべすべでふわふわ、完璧ね。待った、インテリアデザイナーのサームが来たよ。もう始めちゃったの？待ちきれなくて。うん、よろしい、ちゃんとできてる。多分ね。お褒めいただき光栄です。これでベッドがさらに高級感あふれるよ。待っててね、今何を作ってるか見たら驚くよ。これでベッドが完璧になるんだ。わあ、サムがそこで何作ってるのか早く知りたい。その間にヘッドボードを作っていくね。ふう、働きすぎてヒゲが生えちゃった。ってのは冗談、枕に使うの。サムチンたら。オッケー、ベッドができた。なかなか時間がかかったけどできた。史上最高にふわふわな枕。ありがとう。ぴったり。ヒゲもなかなか似合ってる。優雅な紳士のようだ。あとはシルクハットが欲しいな。それ見てみたい。その間に引き出しを作ったよ。ちょっと輝きを与えるよ。みんなキラキラは好きだよね。キラキラの宝石は取っ手にちょうどいい。見て、最高の気分だ。これからはこのスタイルで行こうと思う。なかなか変わってる。一番大事なのはサムが気に入ったってこと。寝室はできた。次はキッチンを作ろう。もう始めちゃったけどね。いいね、解体作業が必要ならハンマーは準備したよ。ダンダン。今日は解体作業はしないわよ。でもキッチンの棚を作ってほしいな。でも叩いてもいいんだよね。もちろん叩いていいわよ。イエーイ。なんだか嫌な予感がする。キッチンには絶対テーブルがいるよね。もちろん見た目はスイカにするよ。サムチン、棚を作るのうまくいってる？サム？正直に言うと僕はタイプじゃないんだ。その場で即興で作ってんの。サムなら大丈夫、きっとうまくできるって。食事をするときは座るものもいるよね。椅子を作らなきゃ。テーブルに合わせないとね。だからピンクと緑にしたよ。そこで何してるの？休憩中？何か食べてる音がするんだけど。働いたらお腹空いた。おやつが必要。サム頑張ったもんね。キッチンにはもっと棚がいるわね。虹みたいな見た目にしたいな。できた。スン、これでどう？世界一のキッチンの棚じゃない？すごい、本当にインテリアデザインのセンスあるわね。私じゃこんなにうまくはできなかった、本当に。ああ、シンクのことを忘れるとこだった。これで最高の蛇口を作るよ。うん、気をつけて。そんなにいっぱい蛇口はいらないんだから。うん、ごめん。
これはここに。素敵。これでどう？なあ、完璧だ。でも、どうやってそこに上がるの？何か足りないと思った？いいね。それじゃ、下の階で物を壊してくる。ここは広いから、いろんなものが必要になりそう。どうしよっかな。あ、わかった。この家に必要なのは、素敵な音楽。ピアノを作ろう。サムが見るのが待ちきれない。絶対驚くよ。サムが来る音がする。ドリドドドドド。え、これってピアノ？すごい。そうだよ。気に入ると思った。わー、僕の夢が全部叶った。スターになるんだ。サムが戻る前にピアノを完成させよう。これはピアノの上のスタンドになるよ。最後に輝きを追加。サムにはそれがふさわしい。どいて、すぐにセレナーデを歌うから。待て、まだ完成してないんだ。椅子を作ってないの。ナンセンス、椅子はいらない。音楽は止められない。ちょっとだけ待って。待つのも大切だって知ってるでしょ。心配ご無用。サム大丈夫よ。今から習えばいいよ。弾けなくても落ち込まないで。他の才能にあふれてるんだから。あわわー、ロックスターになることにした。ギターにする。違う場所で練習してくれる？わわわわー、そうだ、工作だった。ロジャーの部屋で練習してくる。そんなつもりじゃん、サムチン。もう行っちゃったか。かわいそうなロジャー。何が起こるか準備できてない。耳栓持ってればいいんだけど。あれはひどい。ロジャーがロックミュージック好きじゃなかったとはね。残念だ。気にしないで。サムチンの才能を理解できない人もいるのよ。待て、その工作完成したの？見せて。家具が十分に快適かどうか確かめる？そうさせてもらう。嘘、また全部夢だったの？まさか本当に頭を打ったんだ。サムチン、またジャグリングしてたの？待て、それってスイカの家？それって夢じゃなかったの？何？大丈夫？気分は最高だよ。何だったの？まあいいや、みんなまたね。この家はドルキ初期の古典的なティビダボ風の建築です。見てください、敷地内には池もあるんですよ。やだ、ちょっと地味すぎるわ。しかも生臭いんだけど。案内したのはこれでもう10軒目だよ。何がお望み？ゴージャスな家がいいの。キラキラで派手で、あとプールが欲しいわ。プール？そんなのないよ。スーン、これ以上無理。サムチン大丈夫、助けてあげる。二人ともそれでいい？いいわよ。でもプールは絶対よ。よかった。じゃあ早速作り始めよう。まず最初にお家には壁が必要よね。壁がなくちゃ家とは呼べない。これを全部組み立てよう。これはここかな。あ、わかった。ねえ、家具はどこなの？あとプールは？まだ作り始めたばかり。ちょっと待ってて。うるさいお客さんでしょ。しかも偉そう。ここにもあるよ。バスタブを持ってきた。重たすぎる。手伝って。わかった。お家はキラキラのゴールドがいいって言ってたよね。
バスタブをユニークにしてくれる特製のレースがあるんだ。あと、もっと頑丈にするために金色の足も追加しよう。ちょっと待って、2個しかないんだけど。僕やっぱ美容師になるべき？不動産関係は向いてないかも。何言ってるのよ、いい線いってるわよ。ただお客さんの運が悪かっただけ今度はシャワーを作ろう。もうやってる、自分で作ったんだ、見て。すごいじゃない。これはここに取り付けよう。蛇口はここにつければいいね。トイレのデザインにもアイデアがあるんだ。重たいな、どうしてなんだろう。ちょっと、何よ、試してみただけよ、大げさなんだから。ダメよ、終わるまで試すのはお断り。あの人形たちはもう。なんだっけ、そうだ、金色をつけるんだった。下にももう一つ綺麗なレースをつけよう。よし、蓋もラインストーンで飾ろう。豪華になってきた。まったくもう今日は落ち着いて作業ができなさそうね。ごめん、引っ越しするのが待ちきれなくて。まあいいわ、この壁はここ。じゃあ次はキッチンに取り掛かろう。冷蔵庫はほぼ完成。ありがとう、ドアは私が手伝うね。これが本物の冷蔵庫のドアっぽくなるように線を入れるわね。これに合ったデザインで飾っていこう。素敵。あとは人形が冷蔵庫を開けやすいように取っ手をつけよう。できた。これをこうやって取り付ける。かわいい冷蔵庫はここに置こう。でも食べ物を入れなくちゃね。こんにちは、お届け物です。ありがとう配達屋さん、時間通りね。全部冷蔵庫に入れておこう。このピンク、人形にはちょっと明るすぎたかな。完璧だと思うよ。でもこれに金色のアクセントをつけなくちゃね。棚にはドアが3つ必要よ。できた。これを定位置に貼り付けよう。ここよ。もちろん、とっても忘れちゃダメね。あー、なんていい香り。す、見て、綺麗なお花。わあ、キッチンの戸棚にぴったり合いそう。とっ手にするの？もう、他のもの探してくるか。サムチン、黄色のバラを探してよ。このインテリアにぴったり合いそう。私は残りの部分を仕上げとくね。ここにはカウンターを追加して、キラキラの綺麗なタイルを壁に貼るわね。うん、ゴージャス。あら、これってベッド？冷蔵庫がすぐそこだ。こういうの夢だった。違うってば、これはキッチンカウンター。料理をするところよ。見て、これはコンロ。僕ってラッキー。バラをいっぱい見つけたよ。さすがサムチン、その放つも。キッチンにちょうどいいスポットがあるんだ。野菜を入れたカゴも置こう。人形たちが健康的な食事ができるように。キッチンは完成よ。ベッドルームを作る番ね。豪華なベッドを作るには頑丈なベースが必要よ。僕ファッションデザイナーになろうかな。この服装見て。それもいいけど着心地悪くない？それもそうだね。このレース今作ってるベッドにつけたらいいと思うよ。いい感じに仕上がってきた。ねえ、このベッド硬すぎない？マットレスをまだ乗せてないから、これでふわふわだと思うよ。ヘッドボードも必要ね。いい形ができた。これを切り出そう。僕がやる。チョッピンチョッピン。助かる、ありがとう。ヘッドボードをもっとふわふわにしよう。人形たちの座り心地がいいように。ゴールドとビーズはあればあるほどゴージャス。わかったって、お客様のお望み通り。ヘッドボード全体にビーズを貼り付けよう。さらにヘッドボードの縁を金色にしていくよ。超快適なベッド。眠たくなっちゃった。僕は羊が一匹、羊が二匹。ダメだ、枕が美しすぎる。ということはこのドールハウスにぴったりってことよね。ベッドの横には紫のラグも追加しよう。スリッパも用意して、朝人形の足元が冷えないようにしてあげよう。ベッドルームは完成。次はプールを作ろう。このプールは浅すぎる。ねえ、そこから出てきて、まだ作業中。人形たちはうちの中も派手な色がいいって言ってたわよね。プールは虹色のデザインにしよう。
鏡でさらに色が増える。ガレージの入り口も忘れずに綺麗で素敵にしなくちゃね。いい感じ。次は玄関のインテリアよ。まだ黄色のビーズが残ってるよ。使って。わあ、綺麗なアートができた。ドアの上にかけよう。床は白色で、カーペットは赤。この組み合わせ大好き。高いアーチはインテリアにちょうどマッチしてる。ドアはここ。よし、これにも可愛い取っ手をつけて。もちろん屋根も忘れずに。いつ雨が降るかわからないからね。ベッドルームに可愛い飾りを追加するわね。サムチー見て、絶対気に入るから。なにこれ、本物のレッドカーペットみたい。パパラッチがいないといいけど、今日すっぴんなのよ。こっちを見て。うわ、すごい。サムチー流されないで。わかったわかった、やめるよ。ソファーを後ろ側から組み立てていくね。まず針地を作ろう。もちろん金色の装飾も加えるわね。肘掛けもいるわね。サムチン、終わったよっす。はい、どうぞ。綺麗にできたわね、ありがとう。ここにクッションを置けばもっと快適に座れる。それからここにもデコレーション。ああ、ソファーの背中にもビーズを追加しようっと。ソファーをもっと輝かせなきゃね。そうね、サムチン、これでどう？もっと輝くわよ、こんな感じ。ねえサム、何してるの？テーブルを運んでるの。二人とも運んで、頑張れ頑張れ。あともう少し。重たい。ここから私が運ぶね。ソファーの前に置こうか。いい雰囲気、お茶を飲むのが楽しめそう。ここから先は私がシェフのサムに任せてください。まず美しい緑の粘土でベースを作ります。次は白い粘土でかっこいいデザインを追加。あとは普通にお願いできる？了解。ここは曲線で、ここは波打つように、上は網目状にしよう。さて、大好きなトッピング、さくらんぼよ。おいしそう。新築祝いのパーティーにぴったりね。さて最後の仕上げ、階段が必要よね。車はガレージに入れて、水をプールに入れよう。できた。私たちの家が見つかったわ。やったー、なんてこった。取引成立、バイバイ。今日も素敵な日ね。今日はベッドの右側から降りよう。朝の泡風呂って最高よね。おはようブロンディ、よく眠れた？わー、このソファーふわふわだ。よかったわね。お腹は空いてないわ。先にプールで泳がない？やめて。プールの二人、今日はパーティーだって忘れてないよね。そうだった。イエイ。こっち見てみんな、行くよ。はい、チーズ。最高のパーティーね。本当に、このプール楽しい。このケーキ美味しい。あむむ。やったね、サムチ、すんごく美味しい。みんな、チャンネル登録と動画の高評価をお願いね。バイバイ。もう一枚撮るよ。またね。